カチャンネルの動画ショーというわけで、こんにちは、タカチャンネルです。今回は SH フィギュアーズ仮面ライダーローグです。魂エブ商店プレミアムバンダイ限定となっておりますというわけで、こちらローグなんですが、いやローグは氷室玄徳がね、最初はね、本当にね、サンバガラスをやっつけたりしてたんですけど、でもね、最後罪を償う形でエボルトとの最終決戦の直前でね、やられましたよね。早速仮面ライダーローグを開けましょう。ドゥン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 、ガッ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 ガチョーン。はい、というわけで仮面ライダーローグを開けていきますが、届く前の段階での後日談なんですけど、SH フィギュアーズのアントラーとね、おまとめ発送にしてたんで、それでね、発送日の遅い方からね、発送されるっていうことで、結局、遅めの発送になっちゃいました。何やってんの？こら！ていや！いつまでも待たせやがって、てい！とや！というわけで、開けます。開かない、開いてない。開いてないか？ちょっと待って、開いてないか？開いてないか？開いてないかな？開いてるかな？開いてた。いきます。せーの、じゃん！はい！仮面ライダーローグ！楽しみだ。楽しみだ。ワクワクです。手に汗かいてきた、手に汗かいてきた。あー、汗だ汗だ。はい、よし、開けよう開けよう開けよう。おお、開けよう。面白い。あ、これ、ちょっと待って、え、なにこれ、魂ネーションクオリティ。ちょっとか箱をよく見ましょう。ここに魂ネーションクオリティって書いてありますね。なんか今までと違うシールが貼られてます。ちょっとすごいね。ローグ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 仮面ライダーローグ。はい、では行きましょう。開けましょう。いやー、緊張して手が震えてきた。あー、手が震える。トゥー、トゥヤ、来た。さあ開けようぜ。はい、開けます。さあ、おー、この色合いはやっぱりね、巨峰を食べたくなりますね。というよりね、この紫は何か思い出すものありますよね。そう、仮面ライダー龍騎の王者を思い出しますよね。すげえぜよ。ちょっとカメラの視点を変えます。せーの、こちら取り扱い説明書です。はい、こんな感じです。ちょっとこんな感じ。はい、股関節首、はい、こんな感じ。4つあるのよ、こっちの。あ、この本体についてんの、本体についてんの、これ股関節首、これ、こんな感じです。武器の持たせ方も書いてあります。こんな感じでね、はい、こんな感じです。はい、行きましょう。はい、本体です。まず本体から見ていきましょう。はい、こんな感じです。こんにちは。ワニです。こんにちは。チャスチャスチャス。はい、というわけでいきます。ペロンチョン、ペロンチョンします。おー、すごい。あ、できた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 。おー、うまくいけた。このビニール剥がし、ビニールペン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 、いきます。さあね、ちょっとパクリは気にしないでください。あ、白いんだね、手首白かったんだね、このローグさん。ローグさんの手首、はい、ちょっと外せないから一気に、もう、ちょっと、たたたたた。はい、じゃあ、行きます。手首、手首その1、手首その2、手首その3、手首その4。そして、この、緑色のが、ギアリモコンです。そして、白がギアエンジンです。はい。スチームブレード。おー、すごい。クオリティの高さを物語っている。スチームブレードがすごい。総動で見たことありますが、総動とはもう大違い。はい、彩色がもうすげえ。フルカラーですよね、フルカラー。フルカラーで映そう。そしてネビラスチームガンです。ネビラスチームガン。ドゥーン、チュクチュクイン、チュクチュクイン。こちら、ネビラスチームガンの、こちらは、スチームブレードパーツ。ローグさん。かっこいい。ローグさん。玄徳さん。こんな感じで動きます。結構硬いですね。結構硬いです。最初だからやっぱ硬いよね。開けたばっかりだから硬いですよね。トゲトゲしい感じがしますね。トゲトゲしい感じが。はい、やっちゃおうかな、今日も。バンザーイ！あ、ここ硬いね、結構。レンチが。の、クローズチャージ、グリスと比べると硬いですね、ちょっと。硬めに設計されてます。はい。このボールジョイント。ボールジョイントは、こんな感じで動きますね。はい。で、足の可動を見ていきましょう。こんな感じで。こんな感じです。トゥーン、トゥーン、キラーン、キラーン、ここ、注目。ワニのね、爪。トゲトゲしいね、ここもなんか、アマゾンズ的な感じ？
アマゾンズ的な感じで思い出すね、これはね。はい。首の上の角、上行きますね。はい。なんせ、後ろ見てください。はい、来たー。割れ物注意。やっぱりこれですよ。ピッキーン。背中のね、このトゲトゲしさとね、このなんか開いた感じ。口を開いた感じですよね。腕の可動はね、全然こう、干渉しないです。すごく、スムーズです。360度回転できますね。何も干渉するパーツがないからね。この、下の、首の下の可動はね、ちょっとね、頭が外れそうな感じがするね、これね、ちょっと。おーっと、頭が外れそうだ。外れそうだ。外れるかな？外れるかな？外れんじゃない？外れたー！外れたものはつけよう。よし、オッケー。ゆるいね。こう、ゆるいんすよ、ここの、首の可動が。クラックフルボトル取れます、こちら。はい。取れますね。光ってる。光ってるね。なんか光ってるように見える。すげえ。今光ってるように見えた。すげえ。はい。こんな感じです。ちっちゃいね。これはなくさないように注意しないといけないですね。紛失注意です。この赤い模様があるんだね、ここにね。すごいね。この割れた模様がよく見えづらいね。ちょっとアップで見せましょう。はい。こちらね、アップでお見せしました。こちらね、見てください。割れてる感じ。見えるかな？見えるよね。こちら。割れてますよね。はい。割れてるね。ひび割れた感じがね、出てますね。すげえ。すげえぜ、これは。クオリティが高い。クオリティの高すぎるフィギュアだ、これは。すごいぞ。すごいすごい。すごいね。大義のために、この命をかける。クラックフルボトルを差し込みます。はい、こんな感じで、差し込め、ます。はい、できた。できました。はい、こんな感じで、可動域もね、素晴らしいね、この可動域。素晴らしい。グリグリと、もう全然余裕で可動しますね。干渉するものがない。ここはちょっとアマゾンズっぽいところがありますね。ここのパーツ。ちょっと、形がアマゾンズっぽい感じしますね。やっぱりアマゾンズ感が出てますね。ここのトゲトゲしさとかね。はい。ね、腕もグリグリでもう全然余裕で動きますよ。これはポージングの取りやすいフィギュアだ。これはすごい。干着も硬いですね。干着も硬い。固めにできてます。これはありがたい。干着が硬かったらありがたいですよね。やっぱりね、フィギュアのね、ポージングがね、いろんなポーズさせる人はね、やっぱり硬い方がいいですよね。やはりね、すごくね、かっこいいですよね。本当にね、リアル、リアリティがすごい。本当に。複眼がすごく、蜂の巣状になってますね、複眼が。リアリティのね、塊ですね。いかにも悪そうなライダーって感じしましたけど、最終的な仲間になるというね、ローグさんすごい惚れ惚れしますね、これは本当に。足裏見てください。足裏がね、なんとね、ここのところ、模様ついてないんですよね。スクラッシュドライバー系のライダーだったらついてるはずの、この足裏のモールドがないんですよ、モールドが。なんで？なんでなんで？というわけで、はい。なんででしょうね、ほんと不思議。プリ尻ですね、プリ尻。お尻がプリッとしてるよね。そこもいいよね。ポージング撮らせたいと思います。せーの！はい！こちらがポージング第1弾です。どうでしょうか？いいですね。こちらかっこいいですよね。かっこいい。もうね、惚れ惚れしちゃいますね。玄徳。ヒゲです。ヒゲ。おい、ヒゲ。かっこいいじゃねえか。かっこいいな。いいじゃねえか。どっからどう見ても360度見回してもかっこいいね。かっこいいじゃん。こんな感じで、素晴らしい。手首パーツがね、手首パーツはまらなくて、なかなか苦労しましたけど、毎回苦労するんですけど、でもね、暑い時はね、結構ね、暑い時はね、はめやすいっちゃはめやすいです。暑い日は。そんな感じで、あとはね、ネビラスチームガン、これ、ね、打つ構えはね、ほんとね、結構ね、割れながらいい感じにできたと思うんですよ。首はね、ちょっと下に向けてね、ちょっと悪そうな感じで。悪い時のローグですね。悪ローグです。悪ローグ。いやー、いいねー。素晴らしい。では、次行ってみましょう。はい、こちらも悪ローグですね。悪ローグ。さあ、パーティーをしようじゃないか。のローグです。パーティーしようって感じしますね。パーティーピーポーですよ。パーティーピーポー。Are you ready?Oh, yes. 回します。はい。あとね、ちょっとね、補足説明なんですけど、こちらのね、ネビラスチームガンにギアをね、入れるときね、まっすぐね、向きを間違えずに入れるように、してください。はい。壊さないように。ここ、気をつけないと、紛失も気をつけてください。はい。というわけで、
次のポージングに行ってみましょう。はい、どうでしょうか、こちら。はい、ローグがね、スチームブレードでね、切りつけてるシーンですね。こちら、グリスをね、切りつけてるシーン。いかがでしょう、ヒゲ対、カズミン。ヒゲ対カズミンの戦いですよ。いいですね、かっこいいね。こんな感じで、はい、戦いのシーンはすごいね、かっこいいね。リアルさが半端ないね、もう切迫したシーンですよね、本当に。切迫したシーン、本当に差し迫ってる感じが本当にしますよね、本当に。戦ってるシーン、かっこいいわ、すごいね。シールかと思いきやプリントでした。こちら割れ物注意のプリントになってます。かっこいい、かっこいいね、かっこいいね、いや、素晴らしかったです、素晴らしいです。はい、というわけで、仮面ライダーローグのフィギュアーツ開封レビューでした。最高でしたね、最高にかっこいいね、思わず、もう文句なし、文句なしでできほんとに最高、最高です、最高ですよ皆さん。というわけで、次回もまた見てくださいね。グーバイ、グーバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。